皆さん映画楽しかったですか？ありがとうございます。いやもう皆さんのねその顔を見るのがずっと楽しみでした。本当にね今夢のような場所にいます。僕もね本当タイムマシーンがあったら、みんなに本当に嫌われてた日下雅人を演じて本当に20年前嫌われてた僕に、日下雅人は20年後めっちゃ愛されるようになるぞと本当伝えてあげたいですね。はい、ちょっといいですかね。俺のことを好きにならない人間は？ありがとうございます。